飲みやすいなっていうのもあるし、すごいあの人参臭いなっていうのもあるし、いろいろですよ、本当に。すごい、うん、低速ジューサー、低速ジューサーはおすすめ、うん、おすすめです。うーん、うん、でうちの子供はそのカスまで入ってると、それでも低速ジュースはたまにカスがちょっと入るもので、カスが入ると飲まないもので、こしてあげるんですよ、茶こしで。で、こしたら僕のところ入ってるもんで、僕なんかどっちかって言ったらジュースっていうよりも、もうぐちょぐちょのやつを、もうそれを食べてるぐらい食べてる感じなんだけど、それでもね、もう慣れちゃったもんで、美味しいよね。うん、そのくらいじゃないとね、お通じが良くなるんですね。そう、お通じ良くなるし、体調良くなりますよね。うん、全然違うと思いますよ。あ、肌も綺麗になるわけですね。うん、綺麗？綺麗ですよ。うん、だから朝ごはんなんかは主にそのジュースでしょ、もうフレッシュジュースですよね、うんうん、ジュースとあとアーモンドとかナッツ類ですよね、ナッツもね、あの10キロまとめて買うんですよ、卸やってる時からね、10キロまとめて買って、で食後には必ずナッツを必ず食べるんですよ。で、レーズンも一緒に食べるんですよ、ナッツ、ナッツとレーズンを別々に食べるんですけどね。工房で作るクッキーがあるんだけど、すっごい歯ごたえがあるんですよ。へ、うん、美味しい。いい生活ですよね。朝ごはんもうあのご飯食べたければご飯あるんだけど、あのハーフの玄米のご飯しかないんですよ。あ、うん、たまに食べますけどね、朝もね。でもお腹いっぱいになるまでは食べない。子供も玄米入ってるのはあのあんま食べないもんで、うん、朝味噌汁ぶっかけて食べてますね。あ、うちの子供ね和食なんだよ。あ、すごい、うん、完全和食が好きで、うん、日本庭園も好きなんだけどわけわかんないんだけどね。ここのお坊ちゃまです。一緒にこう焙煎するんですよ。すごい、生豆をこう焙煎する。あ、へえ、うん、でコーヒーをそれをまた飲む。そうそう、それでね、うん、だから本当にいい豆かっていうのは生の豆を見てみないと分かんないよね、食べてないかどうかとか、ね、コーヒーにナッツに、そうリスみたいな生活あとお昼はね塩サバ、あ、そうですね、うん、あ、サバを焼いて青魚食べてますね。脳みそもいいですね。脳みそもいいですね。毎日青魚ですか？一日おきぐらいじゃない今。あ、青木さんはそういうとあれしか食わないですもんね。他のも食わないですもんね、基本的には、ね、うん、そうだね、うん、塩サバ見られたのね。すごいしっかり。昨日も魚食ってね、マグロ。あ、いいじゃないですか。この辺のマグロ嫌だから、あっちのマグロ、海の方のマグロでしたけど。この辺のマグロ嫌だから、うん、あの、なんて言うんだろう、陸に上がれば上がるほど保存料使われてるもんで、あの港の方に行けばね、保存料多分あんまり使ってないと思うんで、あ、うん、小川食堂で食べましたけど。あ、へ、行ったことありますよ、小川食堂。ないです。あ、行ったもんですね、お魚マグロ丼とんでもない熱いよ。そうですよ、まあ、魚センターでもいいでしょうけど、魚センターはこっちの方がいいって人もいるんです。こんなでっかいマグロ、この半分ぐらい切ってくんねえかなと思うんだけど、いつもでかすぎるんですよ、口をハッて入れないと入らない。ここの焼津港のところにあるんですか？焼津港、小川港に、焼津魚河岸食堂だったかな、もともとはね、その港で働いてる人のための食堂だったんだけど、だから日曜日やってなかったんだけど、最近ね、外から来る人もすごい多くて、観光客もあの観光バスも止まってたりするもんで、あれですよ、日曜日もやってるよね夜はやってないけどね。あ、へえ、焼津に来たら、そうですね、魚食いたければね、あっちで食べた方がいいですよ、一番安全だね。回転寿司はやめた方がいいよね。回転寿司を食べると風邪が治っちゃうよってがんコントロール協会の会長さんが言ってます。あ、そういいですね、風邪が、風邪が治る、うん、風邪が治っちゃうよってがんコントロール協会の会長さんが言ってました。じゃあ風邪ひいた時に言った方がいいですね。そう回転寿司どういう意味で、この人は知って